朝食は食べないと太る、タンパク質取らない代謝が落ちる、朝食に関していろいろダイエットに関する話出てきますよね。そんなあなたの朝食に関する悩みについて今回は分かりやすく解説していきます。こんにちは、食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回は痩せるおすすめの朝食というところでダイエット中の朝食について話をしていきます。今回の内容ですが、まず朝食を食べた方がいいのか悪いのかっていうところについて話をしていきます。その上で多くの人が気になっている朝食を食べないと代謝が落ちるのかっていうところ、そしてダイエット中に食べない方がいい朝食、おすすめの朝食というところの4段階構成で話をしていきたいと思います。まず朝食っていうのはダイエット中に食べた方がいいのかっていうところなんですが、結論からすると朝からお腹が空いていて朝食を食べれる状態、そして食べるっていうのがベストです。朝食を食べることによって1日の代謝、消費されるカロリーは上がりますし、食欲が安定します。一番問題なのは朝にお腹が空かないことが問題なんですね。朝にお腹が空かないっていう人は睡眠の状態が悪かったりとか、前日の夜に食べ過ぎてしまったりとか、そういう風な状態になってしまってるわけですね。睡眠の状態が良くないと朝からあんまりお腹が空いてない、前日のものが消化されてなくてお腹が空いてない、それによって食べれないっていうところ、そこが問題なんですね。朝食に関しては基本的には食べなければ短期的には痩せます。当たり前ですよね。朝食を取らないことによって1日の摂取カロリーは少なくなります。短期的には痩せます。ただ長期的に見ると朝食を取らないような状態がずっと続いているっていうことは、慢性的に睡眠がうまく取れていないとか、前日の夜に食べ過ぎているとか、そういう風な状態が続いているっていうことですよね。で、生活自体が崩れてしまっているので、毎日朝食を食べれないような状態が続くっていうことは長期的に考えると太りやすくなります。じゃあ朝食食べないと代謝が落ちるのか、朝食にタンパク質しっかり取らないと代謝落ちますよとかですね、食べないと代謝が落ちて痩せにくくなりますよ、いろいろ話あると思うんですね。実際朝お腹が空いてないのに代謝が落ちるっていう話を聞いて朝食を食べてる人ってものすごく多いと思うんですね。実際にじゃあ代謝は落ちるのか、正直ですね、朝食を抜いたぐらいで代謝は落ちません。もちろんですね、毎日毎日朝食を抜いて1日の摂取カロリーが少なくなってればその分だけ体重は減ってきます。そして体重が減れば代謝っていうのは落ちるので、それは当たり前のことなんですね。ただ1日2日とか朝食を抜いたからって代謝が落ちることは基本的にはないです。朝食を抜くようなプチファスティングっていうのは基本的には代謝を上げるっていうことが分かってます。長期的なファスティングっていうのは食べ物が入ってこないことに対して代謝を下げて対応するんですけど、朝食を抜くぐらいの状況だったら逆に代謝が上がって食べ物を探し行けるような状態、食べ物がない時に代謝が落ちてしまうと動けなくなってくるわけですよ。そうして省エネ状態にして、エネルギーを節約して対応するっていうのもあるんですけど、ちょっとした断食であれば逆に代謝が上がってさらに食べ物を探し行こうっていうような反応が起こるわけですね。実際ファスティングをしてホルモンバランスの変化を追った研究で、プチファスティングで代謝を上げるようなホルモンが高くなるっていうのが分かってます。朝食を抜いたぐらいで代謝に関わるホルモンが下がることはないんです。しかも代謝が下がるからと思ってお腹が空いてないのに無理に朝食を食べようとすると食欲が乱れて一日中ダラダラ食べてしまうことになります。で、これに関してはですね、食べることによって食欲を強める胃酸が分泌されて、その結果朝お腹が空いてなかったのに食べ始めるとダラダラ食べてしまうっていうことにつながってしまいます。なので結論としてはベースは食べる、朝はお腹が空いていて食べれるような状態にあって食べるっていうのがベース。ただお腹が空いてない時は無理して食べない、代謝が下がるとか無駄な心配をして食べるっていうことは基本的には避けるっていうところですね。じゃあダイエット中に食べない方がいい朝食、朝食は基本的には食べる方がいいんですけど、食べるものも大事になってきます。まず菓子パンだったりとかお菓子系っていうのは NG です。これはなぜかっていうと、朝から菓子パンとかお菓子を食べると血糖値の変動が大きくなってしまって1日血糖値が安定しないんですね。血糖値が安定しないと食欲っていうのは1日崩れてしまいます。なので朝からお菓子とか菓子パンっていうのは NG です。そして2つ目がですね、太りそうな食べ物っていうことです。これ何かっていうと、ここにラーメンとか揚げてるんですけど、あなた自身がこれを食べると太るな、体に良くないなって思うのは朝から食べない方がいいです。で、なぜかっていうと、人間っていうのは1日の始まりにですね、不健康な生活、自分が良くないなと思ってるものを食べたりとか、あとは朝起きれなくてダラダラしてしまうと、その日1日ですね、生活が崩れてしまうわけですね。逆に朝から健康的な食べ物を食べたりとか、朝からジョギングをしてみたりとか、いわゆるその健康的な生活を朝からやると1日シャキッと過ごせるようになるんですね。なので朝から食べるものっていうのは、あなた自身が太りそうだ、不健康だというふうな思うものは避けた方がいいです。
そして主食を抜くっていうこともやめた方がいいです。朝食で主食を抜いておかずだけ食べてしまうと、おかずを食べることによって胃酸の分泌は起こるんですね。食欲は増すんです。ただ主食を抜くことによって血糖値が上がらないんです。人間の体っていうのは血糖値が上がることによって満足感が得られます。なので朝から主食を抜いておかずだけ食べると血糖値が上がらずに食欲が乱れてしまう可能性が高いです。でこれと同じ理由で低糖質の食品、低糖質のパンだったりとか血糖値を上げないように、そういう風なものを食べるっていうのもおすすめしません。理由は同じで血糖値が上がらないので満足感が得られずにその後ダラダラ食べてしまうことに繋がってしまうからです。朝食で NG っていうとこれぐらいです。かといって菓子パンとかお菓子を絶対食べたらダメかっていうとそういうわけではないです。できるだけ避けてくださいっていうことですね。じゃあダイエットにおすすめの朝食っていうのは何かっていうところですね。まず主食は必ず食べてください。でパンはダメだっていう人もいるんですけど、パンが好きなら朝パンにしても全然大丈夫です。それで太ることはありません。ただパンは太りそうだなとか、パンは太るよね、体に悪いよねって思ってるのに朝からパンを食べるっていうのはさっき言ったような理由であんまり良くないです。朝からあパンを食べてしまった、もうダメだって思って生活が崩れる可能性があるんですね。そういう風な思いがないのであってパンが好きなのであれば朝食をパンにしても全然問題ありません。ただパンとご飯であればご飯の方が満足感っていうのは高くなりますので、主食ではご飯をおすすめはしますけど、パンが好きな人はパンを食べても全然問題ありません。ただ主食は必ず入れて朝から血糖値をちゃんと上げてあげるっていうことは大切になります。で主食を取った次に大切なのはタンパク質です。朝からタンパク質を取ることによって1日の消費カロリーが高くなる、いわゆる代謝が上がるっていうことは分かってます。なので朝からタンパク質を取るっていうことは大切です。しかも食欲を安定させるために大事なのは主食なんですね。そして主食とタンパク質を組み合わせた方が一番食欲っていうのは落ち着くっていうのが分かってます。なので朝から朝食で一番取ってほしいのは主食とタンパク質です。何か一つだけ取るのであれば主食おにぎりだけとかですね、そこに合わせて次取れるのであればタンパク質、一番簡単なのは卵料理ですよね、ゆで卵とかですね。他にもヨーグルトとかもおすすめです。さらに余裕があるのであれば汁物、おすすめするのは前日の夜に汁物を多めに作っておいて次の日の朝にも回すっていうことです。水分をしっかり取ることによって食事の満足感っていうのはすごく高くなります。しかもここの汁物にですね野菜をたくさん詰めることによって朝から食物繊維を取ることができます。主食とタンパク質が取れたのであればその次は汁物を追加するように意識してください。さらに汁物に加えてサラダだったりとか、あとは果物を摂ることによってビタミンを補給することができます。なのでベストの朝食は主食、タンパク質、汁物、野菜か果物類、この組み合わせを取れるとベストです。もし時間がないのであればおにぎりだけ、さらにそこに加えるのであればおにぎりとゆで卵っていう感じで手軽に済ましてもいいかなというふうに思います。これがベストな朝食だというふうに考えています。で今回話したように朝食っていうのは食べれる状態であるのがベストです。ただお腹が空いてないのに無理に食べるっていうのは良くないです。無理に食べなくても代謝がそれぐらいで落ちることはありませんので、お腹具合に合わせて食べれるようにしてください。ただ睡眠だったりとか前日の食事に気をつけることによって朝からお腹が空いているような状態にして、こういう風なおすすめの朝食を取ることが一番ダイエットにはいいっていうことは知っておいてください。はい、今回の内容は以上になります。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。また今回の内容が役に立ったと思ったらぜひいいねボタンをお願いします。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガを毎日配信しています。メルマガも見てもらえるとさらにダイエットに関する知識が深まりますので、ぜひ登録お願いします。 Twitter やインスタでも毎日情報発信していますので、ぜひこちらもフォローの方お願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄に載せてますので、ぜひ確認してみてください。ではまた。